おはようございますなんか生配信してみますなんか今日は月曜日で全国的に雨でまあ週末大きな地震もあってなんか今日はすごくまったり ししていましたなのでなんか生配信やるのもなぁなんて思いながらいたんですけどもせっかくなので生配信しようかなと思いますこんな時の生配信もいいかなぁと思ってはい是非ねあのー、お立ち寄りの方はまったりと雑談とかまあ 占いとか何かこう？ね、あのコメントいただければあのお答えいたしますので、ぜひコメントいただければと思います。こんにちは。カード大喜利大会。まあ、大喜利大会というわけじゃなくてまあ、普段私が使っているカードを並べてるんです。うん、非売品ですよ。これはうん、私の私物です。 はい。今日はね、お天気もちょっと皆さんね、雨のところも多いんではないでしょうか、皆さん、いかがお過ごしでしょうか、こんな日もね、たまにはありますね、なんか、うん、占いだから非売品、あうまいうまいな、占いだから非売品。 うまいな <laughs> うまい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 ね素晴らしいなんかねなんかまったでもまったりしてますよね今日はねなんかね私だけかな何だろうなんかすごいまったりしてて頭が回らないんですよねそうなんですよ表しかない裏ない表しかない素,素晴らしい 素晴らしい。頭の回転がね素晴らしい。もう私なんて全然今日はもう全然頭が動かなくてうーん,なんか何か何にもしたくない気分っていうかなんですよ。ただなんか生配信をやりたくなっちゃって生配信をしているっていう感じになってますのでなんかぼわーっと始まりました。はい ね、皆さんは、ね、いかがお過ごしでしたでしょうか大きな地震がありましたが、まあ、被害を受けた方もいらっしゃったり受けなかった方もいらっしゃったりそれぞれだとは思いますが、まあ、大きな地震も、ね、まだまだなんか来るらしいですから皆さん、ね、気をつけていただければと思います、まあ、ある程度の準備は、ね、必要ですからねはい 私の脳の脳回回路、常に高速逆回転してるあすごいですね高速逆回転なんですね高速逆回転かなんか空回りしそうな感じがするけど <laughs> ねえんかねまあなんとかね毎日だとその逆回転が通常運転になるんでしょうかねうん。 私もね、ちょっとね頭の回転が、まあ、はまあいつもはまあ早い方だとは思ってるんですけど今日はなんか週末いろいろありすぎてなんかうんなんかもうぼわっとしてますね <laughs> 正解正解点になると私は死んじゃうの <laughs> そうなんだ だ,だから逆回転が正回転なんでしょうねきっとねうんそれもそれもそれだと思いますそれもありだと思いますよ、うん、だってみんな同じ人いないからね一人としてねそうなんですよね正回転が正解とは限らないうまかったフ <laughs> うんねなんかね今日はもうぼわっとしてるあ <laughs> ほんとですかこのお茶を飲むと頭の中がすっからかんになるんだ。いやー、もういただきます。ありがとうございます。すっからかんになります、あ。今もうすでにすっからかんなのかもしれないけど、頭回らないから。すっからかんなのかもしれないけどあの、すっきりしそうなんで。いただきます。ありがとうございます。お団子までいただきました。ありがとうございます。なんかね、ちょっとあのエネルギーチャージさせていただきます。ね、何も。 やる気が起こらないままではねちょっと難しいのでね、はい、自分の名前言えなくなるくらいにすっからかあね、なんか <laughs> ねそれもそういう、まあ、今なんかそんな状況かもしれないですけどねうんまあたまにすっからかもいいのかな毎日毎日結構一生懸命頑張ってなんかいろいろやってたんで。 まあ、たまにはこういう日もあるのかもしれないですね。何にもやりたくないっていう日がね。でも今日はね、三名学の講座がある日なんで、三名学はね、頭すっからかんなって受けられるのかなと思うけど、頭入んのかなと思うけど、逆にすっからかんだから頭入っちゃうのかな。ね。たらいの呼吸2の方。<laughs> あこれあれですよね。鬼滅ですよね。 ね、私鬼滅ね見たことないんですよ。見ちゃうとね、あ、おはようございます。あ、早速なんかお茶とかいただいてありがとうございます。いただきます。鬼滅ね見ちゃうとね、なんか絶対ハマっちゃう気がするんですよね。もうハマっちゃったら、ほら、またなんか他のことできなくなっちゃうでしょ。だからね、なんかすっごい本当にやることなくなった時にね見ようかなと思ってて、なんかね今はねなるべく見ないようにしてるんですよね。 絶対ハマっちゃう気がするのね、うん、だから今はねなんか結構インプットしなきゃならないこととかアウトプットしなきゃならないことが多すぎてなんかね今ちょっとそういうハマりそうなアニメとかね見ちゃうとね危険だなって思ってね実はねね見ないよううにししててたりしてます、ねうん、ね、思いっきり見ち,ゃ見ちゃえばいいのにって思う自分もいるけど今ねそこはねちょっとね禁欲してますね。うん ありがとうございますなんか、ね、何かね何かねはい何か占いとかお悩み相談とか何か話したいことあったらコメント入れてください今日はなんかねすっからかんなのでねなんか今日も脱壇タイムかなと思っててうんなんかね朝からなんだろうボワーッとしてるっていうかボケーッとしてるっていうか何なんでしょうね YouTube 見て泣いたりとかねなんかしてますよ朝から何なんだろうこのテンションこんな時ありますか皆さんもね私最近ね結構チャキ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 やってたからねなんかこんな感じになったのはもうめっちゃ久しぶりですね別にだからってネガティブになってるわけじゃないですけどねうんお ねえ「鬼滅の刃はバイブル」っておっしゃっててそういう方多いですよねしかし私は仏教と <laughs> ねえもうねもうみんないろいろですよ自分って複雑ですよ自分ってねうん自分の心の中っていうか自分の在り方って結構複雑ですよねそうだから私もなんでこんなになんか今日はまったりしてんのかなすっからかんなのかなと思いながら。 うん、なんかたまにはでもこんなのいいのかなとか思いながらうんたらいの呼吸 <laughs> ねここれななんか意味があるんでしょうねきっとねなんかたらいの呼吸とか言われてもなんか全然よく意味はわからないけどちょっと深呼吸してみようかな。 深呼吸っってね、すすごくいいんですよ。私あのアニマルコミュニケーターなんですけどあの、まあ、スピリチュアルセラピストとしてもねちょっとお仕事させてもらってそういう時に皆さんにねあのいつもアドバイスさせていただくのはなんかこう自分が分からなくなったりとか疲れちゃったりとかなんか辛い時とかは深呼吸してくださいってお話しさせてもらっていて。 ただだし時間かかんないしいつでもどこでもできるし一番簡単な瞑想っていうかなんだろう自分をこうリラックスさせる方法としてすごく深呼吸はおすすめなんですよね。なのであのー、なんだろう何か自分は何したらいいかとかもうなんか自分行き詰まってるなとか疲れてるなとかよし気合を入れたいなという時は。 ぜひね、なんかこう、深呼吸していただけたらなって思いますね。うん。そんな別に長く深呼吸してなくてもよくて、もう3回ぐらいとか、でも十分、あの、効果は発揮できると思うので、はい。アニマルセラテピオーの畜産か、まあ、いや、別に敵は、敵はいないですよ。<laughs> うん、別に敵とかはいなくて、はい。 なんかね、あの好きでやらせているお,しお仕事なんですけどね私の場合はねうんなのでねなんか深呼吸深呼吸してねなん,かなんとかの呼吸ではないんだけどなんか深呼吸みたいな感じで深呼吸して今日もね今後からはねいろいろ講座とかいろいろお仕事も、ね、しなくちゃいけないのでなんかねここに向けてちょっと気合を入れようかなと思って。 生配信をさせていただいてます。はい、ありがとうございます。ええ、何これタライの呼吸さんの方、猫の開きみりんぼし、こんな技もあるの？そんな技もあるの？へえ、いろんな技あるんですね。なんかね、なんかね、なんかそういうの聞くとね、なんかちょっとね、なんか興味は出てきちゃうんだけど、うん、でもなんかね。 今はねちょっと我慢しますアニメはアニメね好きだけどね見ちゃうとねハマっちゃうんでね <laughs> ねー楽しいですよワンピースとかもすんごいハマってましたから一時うんでもね他に好きなことがねできちゃったんでね今はねちょっと封印ですねはいなんかね今はあのアニマルコミュニケーターとしてアニマルコミュニケーションの講師としてね今お仕事を 始めてるのでそこがもう少しやっぱりきちんと自分なりにねできるようにならないとなんかこう今はねちょっとそっちの脇道にそれるわけにはいかないかなっていう感じで真面目にやらせていただいてますはいなので是非ねご興味がある方はねアニマルコミュニケーションとかアニマルコミュニケーション講座とか何かこうご興味がある方はねあのー、なんだっけ 説明欄に、はい、リンク貼ってありまますす。ので、ぜひご覧いいただければと思います、はい、スピリチュアルセラピストとしてまあ3名学の鑑定だったりとかタロットカードだったりオラクルカードだったりあとはチャネリングとかいろいろやらせていただいてるんですけどお仕事はねうんでも今はねあのアニマルコミュニケーション講師 としてのお仕事を、ちょっとこうメインに、頑張っているので。はい。そちらをね、今は。脇目も振らず、頑張りたいと思います。はい。ね、私のキャラは本編では登場しません。畜産講座。お肉のさばき方。うん。そんな講座もあるのかな。 今ね、魚のさばき方とかね、YouTube ですごいなんか人気みたいですけどね、お肉のさばき方とかもあるのかなあ。あんまり私は興味がないんで、そういうのはなんか見たことないですけど、うん。私はね、動物さんとこう、なんかこうコミュニケーション取ったりとか、なんだろう、うん、動物が好きなので、動物どうこう、幸せな、 時間とか空間とか、うん、そういうのを共有するっていうことになんか興味があるのでなんかかわいいねペットさんのなんか動画とか大好きですね。うん。そうですねよく見る動画はそういうのだったりとかあとはやっぱり勉強になるまあ動画勉強になるっていうか参考になる動画とか。うん とかも見たりするし。いろいろですね。結構勉強好きなのかな。なんかすごいこう。勉強動画っていうか、学習動画っていうか、講座的な動画とか、結構見ること多いですかね。うん。ですね。ね。 なんかね、今日はなんかそんなに寒すぎず暑すぎずうんなんかまったりとはいなんかお送りしておりますが、はい、せっかくなので勉強は全て独学ですあそうなんですね私も基本独学なんですけどやっぱりこうプロの方 からじゃないと学べないことはプロの方から先生から習ったりもしていて、あとはその後は結構独学で深くこう突き詰めていったりとかはしていますね。うん。まあ、そこはね、なんかこうまあいろいろ皆さんねやり方があるんでしょうけどね。はいこんにちはシンクの月さんこんにちは。 めましてですかね？はい、よろしくお願いいたします。今日はね。ちょっとなんかお天気のせいなのか、月曜日のせいなのかまったりとお送りさせていただいてますが、まあ、占いだったりとかお悩みとかあったらあのお話聞きますので、あのコメントいただければと思います。はい。ねあ、ありがとうございます。そうなんですね。はい。 ぜひぜひ、はい、何かお話あったら、はい、今日はなんかね、雑談形式になっちゃっててね、私がなんかね、すっからかんなのでね、雑談形式になってますけれども、何かお話ししたいことあったらね、コメントに入れてください。あおはよう。あら、よく気がついたこと。ね、もうなんか突発的にもい思,思いつきで始めた生配信に、はい、皆さんなんかこんな、 ね気づいて入ってきてくれるもんなんですね。なんかなんか嬉しいですね。ありがとうございます。ね、お知らせが来るんだねちゃんとフォローしてるとね。へえ私の話し方がなんだか好きでまた来ちゃいました。へえ私の話し方とか声とか好きなんて言ってくれる人いるんですね。なんか嬉しいです私はあんまり自分の声とか話し方好きじゃないんですよ実は。 だから全然自信がなくてそう「とっけび」見て泣いているところにお知らせ来たってちょっと感動。<laughs> 朝からカンドラ見てたのね「とっけび」はね泣くからね朝から見ちゃダメよ <laughs> テンション下がっちゃうから <laughs> ねあそうあシンクの月さん私も好きじゃないんですかそうなんだタイミングそうそうそうこれね まあお知らせ来てもね、見れないときは見れないですからね。そう。だからこれ、皆さんね、これ、ご縁があるんでしょうね。タイミングが合うってことですもんね。ありがたいです、本当に。なんか今日はもうすっからかんでね、なんかね、何にもやる気ないなーと思って、朝から私も動画見たりとか、なんかしてて、でもなー、なんかやんないまま、何にもやらないまま、午前中終わっちゃうのはね。 なんかね、もったいない気がしちゃったんですよ毎日毎日ねなんか一生懸命急いでやってたからそうお私の声の波長好きって人の何人かいてるあそうなんだうわそうねえ是非ね声聞きたいわはいあの今好きな人がいます好きなままでいてもいいかとかって見てもらえますかあタロ,タロットたろしますっていうか好きな人 好きなままでいてもいいかとかかとっって見てて見ももらえますかって好きなものは好きでいいじゃないですかこれほんとタロットとかねカードとかでねもう見るまでもないあなたが好きなら好きでいいんですよねもう誰にね左右されることもかないですもうカードもねカードのに見てもらう必要もないもうあなたはあなたが好きなままでもう好きなものは好き 嫌嫌いいいいなものは嫌いでいいんでんねそんな誰のねあの意見とかもまあこんなことよね占いする人がね言っちゃいけないんだけどね <laughs> な何のために占いすんねんって言われちゃうかもしんないけどうんでもねうん何距離が近くてでもちょっと周りを巻き込んだりしてああうんね ねほんとね、お互いあの占ってる人の立場から言う,言うとこんなことは言っちゃいけませんねはいすいませんねでも距離が近くてでもちょっと周りを巻き込んだりしてまあやっぱりね人間関係ってね複雑ですよ、うん、あらりえママさんも来てくれたありがとうあやっぱりそうだよね言っちゃうよねなんかね やっぱり他人軸になってる人が多いじゃないですか占いとかやっぱり興味ある人ってねだけどね私もねいろいろ勉強したり自分でいろいろなんか気づいたことはやっぱりね自分軸自分が一番大切なんですよ自分の気持ちとかうんだからねやっぱりぜひねまあそうやってねいろいろなねまあ なんだろうご事情とかはあるとは思うんだけどでもね好きな気持ち本当に好きだったらね抑えられないじゃないですか。ね私も若い時経験したけど、ね、この人好きになっちゃいけないみたいな人好きになっちゃったりとかしたけど抑えられないから本当に好きだったらね、うん、だからそれはね今日はねもうねタロットとかじゃなくてね もうもう私のもう個人的な意見としてねあのー、好きなままでいいんですようん誰に気兼ねなくでもねいた,たうんそんな最後の恋っていう年じゃないでしょそんなこと言って私なんてもう50だよ まあ、50だから、まあ、恋愛はもういいかなって私も思ってるけどね。<laughs> ね。まあ、確かに、私なんか50だし、もう結婚もしてて、もう、なんかね、もうコリコリと思ってるからね、なんか確かにね、もう恋はもういいやと思ってるけど。<laughs> でもね、いくつになってもね、恋はするみたい。うん。私の周りもそうだし、私の周りでも、 50近くになっても結局結婚もしてない方もいらっしゃるからやっぱそういう方はだってまだまだ恋しなくちゃいけないわけじゃないですかね恋してそして結婚してねする方もいらっしゃって「こんにちはお茶ありがとうございます」「ウォーターさんお茶とお団子ありがとうございます」ねそうなのねそうなの皆さんねこうやってなんかコメントでも言ってくれてるけどやっぱりね最後の恋なんて言ったって好きなもん好きよね ちょっと夢に昔の彼が出てきてときめく私とか言ってる人いるしね。うん。だからね、みんなね、あのね、もう自由でいいのね。ね、別にね、もう夢の中で,で,で,で出てきてほら、もうエッチしちゃったっていいながら、そういう時もあるじゃないですか。ね。夢に出てきてほしい。いや、もうね、現実、現実が一番。うん、現実が一番だし。うん もうこんな時間そろそろ起きないと起きてないんかい <laughs> 起きてないんかいねでも本当になんだろう恋愛してるって素敵じゃないですかうん私は恋愛は今してないかもしれないけどうんでもね恋愛って、うん素敵だなって思いますようんまあまあ夫婦でも恋愛してる方はいらっしゃると思うしね 誰かさんね夫婦でもね多分まだあのほやほやの方とかは恋愛してるかもしれないしうちなんかはもう30年とか経っちゃってるからもう恋愛じゃなくてなん,なんつうのあの像みたいな感じになっちゃってるけどうんでもそれはそれでねまあいいのかなってうんだから、まあ、恋愛とかね人を愛する気持ちってすごく大切だと思うんですようんだからね そんなね、無理に諦めようとかねうんあうちも冗談のやっぱり <laughs> そうだよね <laughs> でもいいよねそれでも情でもつながってるんだからうん <laughs> まだ2年なのに老夫婦みたいな我が家っていう人もいるいやいやそんなことないと思うよ私は知ってるけどなんか見てるとねなんか結構初う々いういしいっていうかねお互いちゃんと気を使ってね素晴らしいと思いますようん。 雑なんですけどねでも大切にすごく思ってるんででもそれをよく思わない人たちが攻撃してくるんですよねそれでも彼には影響が申し訳なくてああでもねいいじゃないですかお互いそうやって思い合ってるんでしょねえ素敵ですよねもうねよく思わない人なんて関係ないのもうただのやっかみだからねえそんなのただのやっかみや気持ち 羨ましいって思われてるだけですよで。その人たちの、その人たちには関係ないんだから。うん、もうね、自分は自分他人。他人はね、そう思わせとけばいいんですって。うん、だって自分の人生じゃないですか。ク紅の月さんはク紅の月さんの人生、ね。その人生をやっぱり大切にしてください。エンジョイしてください。うん それをね、経験するために生まれてきたんですよ私たちって。うん。だからね経験してねなんぼなんですよ。そう。でね貫き通すのも人生。貫き通さないのも人生。うん。でも本当に今ね好きだったらね別に諦める必要もないしやめる必要もないしね。 もしだってここでねカードでねなんか諦めなさいなんていうカードが出ちゃってもう諦められますか諦められないでしょうんおこのお茶飲むと全身の毛という毛が逆立ちますっていうお茶をいただきましたありがとうございます全身の毛が逆立っちゃうんですね <laughs> お明日から何があるか分からんから日々楽しむそうだよねそうそうってねそうだよねそうなの 人生ね、明日どうなるかわかんないですよ。明日ね、交通事故で死んじゃうかもしれないしね。そう、明日ね、あなたはガンですって言われるかもしれないしね。何起こるかわかんないんですよ。そうなの。だったらね、やっぱり今日ね、今日、今日をた楽しまないと。はい。あありがとうございます。お茶いただきました。ありがとうございます。ちょっと名前がなんか読め,読めないけど、メイヤンさんかな。 はい、ありがとうございます。なんかね、今日はね、頭すっからかんな割にはね、結構深いお話ししちゃったかなとか思います。<laughs> あ、いろんなお茶があるんですね。はい。ね、いろんな、いろんな、なんだっけ、呼吸があるようにいろんなお茶がありますね。はい。 なんかね今日はすっからかんなわりには皆さんと一緒になんかこう深いお話ができたかなと思いますあ。ありがとうございます。またなんかお茶頂い,いてすごい。なんかこんなこれは何のお茶だ <laughs> お互い思いをはっきり伝えていないのでいつかとは思っているんだけどうわもうなんかめっちゃ純愛じゃないですか。もうなんかいいわー。すごーい。ねえぜひぜひね 純純愛は純愛はで楽しんんででくださいようん、でねやっぱり気持ちがねそうドキドキしちゃうよねもうでもあのやっぱり気持ちが抑えられなくなる時ってありますからそんな時はね是非思いを伝えていただけたらなって思いますはいまあ大人だからねそこの塩梅はねやっぱり自分でわかると思うんですよお互いね、うん、だからそうなった時がグッドタイミングだと思うんですよね なので、その時までは、ぜひね、純愛を楽しんでいただいたらなーって思います。やっぱりその気持ち、すごく大切だと思いますよ。私はもう枯れちゃったけど。<laughs> うん、あでも、韓国ドラマを見てると、韓国ドラマの俳優さんに恋しちゃってるかも。<laughs> <laughs> ね、いくつになってもねときめき必要だもんねそうだよねそうだからあの韓国ドラマ見てる時の俳優さんに恋してます私 <laughs>、うん、このお茶私の推しが入ってます推し推しが入ってるんですねはい <laughs> そうなのそうなのはいもちおさんお茶ありがとうございますはいすっきりしたのねよかったね 出た韓国ドラマそうもうね韓国ドラマ好きですよかっこいいしねうーんなんかね惚れちゃうねうーん <laughs> まあねみんなねそれ,それぞれねやっぱり自分の気持ちを心を大事にして今日もね一日過ごしていただけたらなと思いますいやーもうね30分あっという間楽しいねツイキャスねはーいまたねなんかぜひねあの またこの,このぐらいの時間にいつもねやらせていただきますのではい皆さんお立ち寄りいただけたらなと思います。真空の月さん楽しんでくださいね。人生ね私たち人生ほらこれからねこれからだから、ね、まだまだ諦めずに楽しんでください。ありがとう